はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、在宅ママがインスタフォロワー8800人を突破して月商で132万円を売り上げた秘訣ということで、ね、動画を撮っていきたいと思います。もみさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということでまず最初お名前からお伺いしていきたいと思うんですけども、はい、はい、川田美穂と申します。美穂さんですね。はい、現在はどちらの地域でご活動されていらっしゃる感じでしょうか。地域、東京になります。東京で活動されていますね。はい、はい、今、職業はどんな感じで活動されていらっしゃいますでしょうか。はい、秋からなんですけど、SNS クリエイターとして活動しておりまして、でその運用代行の仕事とプラスで、販売代理ですね。SNS クリエイター講座の代理店販売もやっています。代理店販売とか。はい、かしこまりました。で今回このチャンネルではですね、実際に、川田さんが美穂さん自身がですね、代理販売をどういうふうにしてね、販売をしていっているのかっていうところについてもね、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけども、はい、でちなみに、始められたのっていうのが秋口からという感じですかね。そうですね、ツイッターのアカウントを作ったの自体が9月なので、はい、9月から始めました。はい、ありがとうございます。ちなみにうちの弊社 SYK の学科に入学していただいたきっかけっていうのはどういった経緯で知っていただいたって感じですかね。きっかけは直接の知り合いの人に紹介してもらったんですけど、そうなんですね。はい、紹介をしていただいて、はい、はい、でそこからすぐ入学って感じです。それともなんか YouTube を見てみてみたいな。いやもう結構すぐ決めたんですけど、最初にやっぱり北野さんの YouTube は見ましたね。僕だったんですね。はいはいはい、はい、ですごい若いってあんまり思わなかった。なんかすごい、あ、若いと思わなかったんですね、逆にね。すごい人だなと思って、ね、お話しするのも上手だったんで、すごい信頼できそうだなと思って。 ありがとうございます。はい、はい、じゃあ実際ちょっとどれぐらい実績が出たかってところも早速聞いていきたいなと思うんですけど、今インスタグラムがどれぐらいでしたっけ、フォロワーが。1800人ぐらいですね。1800人ぐらい。じゃあもうすぐでも1万フォロワーいきそうって感じですよね、このペースだと。まあそうですね、間もなく。ツイッターはどんな感じですかね、ちなみに。ツイッターも3ヶ月、9月から始めて3000フォロワーを超えましたね。じゃあ90日で3000フォロワー。3264フォロワーです。現時点すごいですね。はい、3回でツイッターも3000フォロワーオーバーしていると。はい。はい、いうことで、で今月商で言うと実際にどれぐらい？これはね、SNS クリエイターとしての活動もそうだし、代行もそうだし、はい、あと代理販売も含めてって感じでいいんですけど。はい。はい、全部トータルだと、先月11月だけで言うと132万円。はい、になりました。はい、ございます。すごいですね。実際今まで月商で100万っていうのはうちの学科入る前も結構稼がれてたっていう。全然です。普通のサラリーマンの方のより全然稼げてなかったんで、はい、ああそうなんですね。めちゃくちゃ貧乏でしたね。その時も一応フリーランスとして活動はしてはいたって感じですか。はい、してたんですけど、フリーの、ヨガインストラクターをやっていて、はいはいはい、体一つで稼いでる感じだったので。あ、なるほど。体力は使うけどそんなにこう良くない、収入は良くないっていう感じでした。そうなんですね。なるほど。それがもう実際にうちの学科に入っていただいて、これだけね、華やかな素晴らしい結果を出されていらっしゃるということなんですけども、はい、実際ちょっと集客できた秘訣ってところでね、実際ちょっと、こちらに美穂さんのですね、インスタグラムのアカウントも表示をさせていただいていると思うんで、皆さん見えてると思うんですけども、これで実際インスタグラムとかで美穂さんこういうところに気をつけているよとか、フォロワーを伸ばしていくためにとか、はい、そういうところもちょっと聞いていきたいと思うんですけども。そうですね、運用で気をつけているところは、とりあえずこの見た感じですね、パッと見たときに、見た目がやっぱりインスタグラムだと、ね、目で、視覚で入ってくる部分が大きいと思うので、このタイルみたいにこう表示するように並べてるんですね。で、文字ばっかりが並んだりとか、写真ばっかりが並んだりとかっていうふうにならないように、写真
文字入り、写真文字入りみたいな感じで、うん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 、交互に並べるとこう視覚的に見た時に分かりやすいかなと思ってそれを心がけてます。うん、なるほどですね。プラスなんか写真プラス文字っていうのは結構ね最近反応良かったりしますよね。はい、ね、最近例えば怒りんぼママとさよならする方法とか、うん、でなんか自分自身のキャラも伝わりつつその文字でねタイトルしっかりとターゲットコールもできると。はい、うんうん、とこですね。ちなみに他にそうですね、なんかインスタグラムの投稿文とか配信の内容とかで気をつけられているところとかってあったりしますか？ああ、そうですね。内容はやっぱり私の考えてること、ああ、価値観とかってことですかね。価値観とか、そうですね、思想だったりとか、はいはいはい、価値観、どんな考え方を持って仕事に取り組んでるかとか、うんうんうん、そういう部分をのマインド的な部分ですね、そういうところを前面に押し出すようにしてます。ほどですね、仕事に取り組み方、例えばなんか美穂さんがこういう考え方大事にしてるっていうのがもしあればそうですね、いっぱいあるんですけど、なんだろう、やっぱり私はシングルマザーで、うんうんうん、一人の稼ぎで子供を育てていくっていうことをやってるわけなんですけど、うんうん、女性でママだからって、うん、こう諦めずに、うんうん、ちゃんと自立して、しっかり経済的に自立して社会的にも自立してやっていこうっていうことをすごく伝えたいですね。これをやっぱり前面に押し出すようにしてます。やっぱこれやっぱ美穂さん自身のね価値観っていうわけなんですけど、今度が見ている人も自分自身のねやっぱ価値観とか、例えばなんか有名どころで言ったホリエモンさんとかだったらね、なんか大学行くやつはバカだみたいなっていう、はい、有名なセリフとかありますけど、ね、それが正しい正しくないかっていうよりは、その自分がこう思うよみたいな、私が思うにみたいな、うんうん、そういう発信をやっぱねしていくっていうのは結構重要かなと思いますね、うんうん、そうですね。ちなみに LINE アットの方っていうのは今どんな感じですかね？はい、はい、LINE アットもこの運用代行を始めてから作ったんで、うん、同じ3ヶ月なんですけど、うん、今、300何十人フォロワー。お、いいですね。LINE やったら340人と。はい、うんうん。これどれぐらいの期間で集めた感じですかね？これも同じで3ヶ月。すごいです。でも3ヶ月で340人ってことは、大体まあ月間100人ぐらいは。そうですね。100人 LINE 集客できてるっていうことですので。はい。最近、やっぱり低迷した時もあったんですけど。はいはいはい。最近またどんどんリストの集まるのが早くなっていて、多い時だと1日どれぐらいリストって集まったりしてますか？もう15人とかですかね。すごいですね、1日昨日がそんな感じでした、ちょうど。ちなみに今使ってる媒体はインスタグラム、はい、ツイッター、はい、あとフェイスブックも、フェイスブックもちょっとやってるよという感じですね。はいはいはい、じゃあこの3つで1日15人集めていると、うん、そうです、 ですね。はい、ちなみになんか LINE アットに集客するときに意識してることとか、なんかはい、あったりしますか？集客するとき、するときですか？あ、そうですね、集客するとき。集客するときは、そうですね、やっぱりどの媒体にも分かりやすく LINE アットのリンクは載せてるんですけど、なんか、なんでしょうね、めちゃくちゃ、ここに登録してくださいっていうのを前面に私は出してなくて、あ、売りを出さないってことですね。はい、さっき言ったみたいな、ツイッターもインスタもそうなんですけど、私のこう価値観だったりとかっていうのをすごい発信するようにしていて、で本当に私にファンになってくれて、私の考え方に共感してくれる人が、うんうん、集まるように、うんうん、そういう運用をしてます。価値観、価値提供とギブをずっと積み重ねていって、その結果LINE の誘導ある日パッてやるから一気にガッて集まるみたいな。はい、うんうん、なので本当にもともとファンになってくれた人が登録してくれてる感じなので、うんうん、濃いアクティブなフォロワーさんが集まってるっていうようなイメージですね。ああ、いいですね。はい、なるほど、仕込みました。では次、スクールに今入る前と後の変化ということで、前はね、サラリーマンの給料よりも低い、フリーでインストラクターされていらっしゃったということなんですけど、はい、ぶっちゃけその時って精神的にどんな状況なんですかね？焦りとか。
いや、まあ、焦りはありますね。しかも、うん、まあ、対面のレッスンで、はいはい、基本的にこう口コミ紹介みたいなことでやっていたので、はいはいはい、なんか自分からこう発信していって集客していく術が全然なかったんですよ、うん、あ、情報発信はもうやってなかったって感じですかね。ほとんどやってなかったですね。そうだから今この目の前にいるお客様が次来てくれなくなったらどうしようとか、うん、どうやって新規集めたらいいんだろうっていう、なんかその見込みが全然なかったので、うん、綱渡りっていう感じでめちゃくちゃ不安な中やってました。そうですね。それがもう今やね、月商132万とオンラインで集客して売り上げ立てることで成功してるわけですけど、今の気持ちってどんな感じですかね。なんかプライベート面で変わったこととか、ビジネス面でなんか気づきだったりとか、うん、変化とか。もうなんか変わったことばっかりすぎるんですけど、はいはいはい、まあ本当にだから、SIK の講座で勉強したことを本当にそのままやったことしか私はやってないんですけど、そうやってこう発信の仕方だったりとかっていうのを学んで、それをやっていくことで、うんうん、自動的に、うんうん、集客できてるっていうような状態なんですよね、うんうんうん、私さっきも言ったんですけど、一切こうフォローしてくださいみたいなとか、 LINE アット登録してくださいって一回も言ってないんですよ。はい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 、言ってなくても、うんうんうん、ただただ言われたな、習った内容で発信をしてるだけで自動で集客できてるような状態なので、うんうんうん、なんか全然不安はなくって、しかもどんどんその LINE の LINE アットのリスト集まるペースも速くなっていってるし、うんうんうん、なんかこれからどんどん広がる可能性しかないなっていう感じで、うん、精神的にめちゃくちゃ全然違います。あ、精神的に素晴らしいですね。では最後に、まあ、当時の、自分に向けて、今の自分から何か一言、言葉を投げかけてあげるとしたら、どんな言葉を投げかけてあげたいと思いますか？そうですね。まあ、やっぱ一歩踏み出すのすごい勇気がいったんですけど、うんうん、まあ、全然知らないところだったし、うんうんうん、そこに踏み出すの勇気いったんですけど、こう、やっぱり一歩ここにするって心を決めて、うんうん、そこに投資して、そして、うん、投資したからにはそれを絶対回収するっていう強い意志を持ってこう取り組んだことに対してはすごい褒めてあげたいですね。うんうん、あ、なるほどですね。はい。じゃあこの動画をまあ見てくださって、ね、皆さんでもまあね、SNS クリエイターちょっと興味あるなとか、まあ、もちろんこれからビジネスで結果出していきたいとか、いろんな人いると思うんですけども、ぜひこの一歩踏み出すっていうのをね、ぜひ、はい、意識してみていただけたら嬉しいなというふうに思います。はいはい、ということですね、まあ、今回実は、下の、ね、LINE 概要欄の方に、川田美穂さんのですね、LINE のリンクも貼っているんですけども、美穂さんね、LINE の配信もすごいね、勉強になる部分たくさんありますので、めちゃめちゃうまいのでね、ぜひ皆さん登録してみていただけたらというふうに思います。はい、ちなみにプレゼントとかって今ついてるんでしたっけ、LINE の方に。登録特典で、はい、はい、今はね、LINE のプレゼントはついてないんですけど。あ、なるほどなるほど。今ちょっとプレゼントはないということなんですけど、まあ、日々のね、はい、その配信だったりとかで有益な情報をね、キャッチアップしていただければと思いますので、はい、はい、ということで、皆さんね、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。